今シーズン、マンチェスターユナイテッドに新天地を求めたベルギー代表 FW ロメル・ルカクはシーズン序盤からハイペースでゴールを量産していた。しかし、盟友ポール・ポグバが負傷で離脱するとともに勢いは陰りを見せ、マンチェスター、U での公式戦では9月30日のクリスタル・パレス戦以来、7試合ノーゴールが続いている。11月の代表戦では2試合3ゴールをマークしたルカクだが、所属クラブで不調が続いている現状について、クラブ OB のマイエル・オーウェンが、ルカクにはまだ時間が必要だ、と、ゴール、記者に語った。ルカクはまだ未完成のプレイヤーだと思う。新天地でいきなり期待を集める存在にはなっているが、まだ若い。そもそもゴールを決めることは決して簡単な役割ではないが、現時点で彼は十分にその役割は果たしているはずだ。それでももっと成長が期待できる FW だと思うけどね。今夏の移籍市場で新天地を求めたルカクにハマ。だまだ順応する時間が必要と主張しており、ホーウェン氏は、彼は序盤から目覚ましい活躍を見せた。その勢いはクラブ記録をすべて塗り替えるんじゃないかと思わせるほどだった。まさに、10点満点中11点をつけられる内容だったと思う。だけど、もっと長い目で見る必要があるはずだ、と続け、ルカクを擁護している。また、その一方で長期離脱からの復帰を目指している FW ズラタン・イブラヒモビッチについては、まず、あの年齢、36歳、で大きな怪我をして、復帰に向けてモチベーションを保つのは大変なことだと思う。僕もズラタンと同じ箇所を負傷した経験があるからね。彼の復帰を応援したいし、もし本当にピッチに戻った時にはみんなが祝福を送るべきだと思うよ。それくらい彼が乗り越えようとしている壁は大きいんだ、と発言。戦列復帰を目指してリハビリを続けているイブラヒモビッチのメンタルに賛辞を送っている。1979年生まれのオーウェンはリバプールで若くして大ブレイクを果たし、1998年フランスワールドカップの活躍で、ワンダーボーイ、として脚光を浴びた。その後、レアル・マドリー、ニューカッスル、マンチェスター、U、ストークを渡り歩き、2013年に33歳で現役を引退している。プロキャリアを通して度重なる怪我、ビッグクラブで結果を残し続けることの難しさを熟知しているを、現だけに、独自の見解を語るとともに、ルカクやイブラヒモビッチの現状に理解を示している。